にもう今売り切れちゃったってことなんですが、まあ、再販しますので皆さんお待ちくださいね。で、もしかしたら再販するときはちょっと今と形態が若干変わるかも、わかんない知れないです。タイプ A がこちら左上 でタイプ B がこちらです。オレンジっぽいやつが入ってて、でタイプ C が、まあ、ピンク系、まあ、黒とかあのブルーも入ってるんでね、あれなんですけど、でタイプ D が、まあ、グリーンとか、うん、なんかいろいろスモーキー系カラーが揃ってるような感じです。はい、あー買えない人が多数。はい、まあ、詳しいあの成分など知りたい方はぜひメーカーさんにお問い合わせください。はい、ではではちょっと早速やり方とかを主に今日はやっていこうかなと思います。でタイプ A は手書きな感じですけども、よいしょアップにしたら映ないか。こんな感じで、まあベージュ系が揃っております。でタイプ A、B、C、D、 あの全部違う色かって言われるとそうではなくて、あのちょっとかぶってる部分もありますので、まあまんべんなく結構ベージュ系とかブラウン系はあの入ってるんじゃないかなと思います。そうなんですよ、あのライブがね、ライブ見て皆さん買っていただけるかなと思ったらライブが始まる前になんと全部ないっていう、あのはい、そんな感じになっておりますが、まあそれだけ注目度が高いということで、説明していきたいと思います。で今日私が、お見せしてるチップはあえてクリアチップじゃなくて、まあ、地爪に塗った感じをイメージしていただきたいので、ベージュを薄く塗ってます。具体的に言うと、まあこれですね、ディーナジェルの N01 番っていう、もう本当になんか薄いコンシーラーみたいなカラーをあのチップに薄く塗っていて、でその状態で、はい、パウダーをこすっていますので、うん、まあ実際爪に塗るとこんな色合いなんだなって思ってください。そうなんですよ、再販もあっという間、9時からあの再販多分100セットぐらいあったかなと思うんですけど、でタイプ B タイプ B が、どれだ？こちらですね。このオレンジ系と、オレンジ系、ブラウン系、まあ、多分、どの色でも、あの、使いやすい、いい感じのカラーです。で、多分ね、この辺見たら、ちょっと汚れちゃってるけど、見ていただくと、なんか激しめのオレンジとかに見えるかもしれないですけど、すごく、あの、肌馴染みのいい、はい。何系？オレンジ系？ベージュ系？そんな感じのラインナップです。あ、インスタライブのそう前だったんですよ。ライブはね、失言がなければ保存しようかなと思っております。ちょっと失敗しちゃうかもですけどね、たまに保存失敗しちゃうんで。でこちらがタイプ C ですね。もう A と C が速攻売り切れてましたが、まあ、ピンク系とか赤系とか、まあ、紫とかが入っております。はい。で、ちなみに今私の爪に塗ってるのが、このタイプ C の中のこの、なんでしょうね。紫色みたいな感じです。はい。あ、そうそう。今、すべて完売しているんですけども、再販は2月の、半ば頃に予定をしておりますので、またお知らせしていきますね。なあ、欲しいカラーは3分でカートに入れなかった。すごいですよね。この注目度すごくない？いや、でもね、これは、すごい便利なアイテムだと思うので、ここからご紹介していきますね。はい。で、こちらがタイプ D です。ちょっとなんか秋冬モードみたいな感じに見えるかもですけども、この辺のあのターコイズブルーとか、このグリーンも塗ると結構明るくて、なんかモスグリーンみたいな感じに見えますよね。
薄グリーンみたいな感じに見えるかもだけど、結構なんか多分春っぽい、この辺もベージュに塗ってるんで少し暗く見えるかもですけど、あのシアーホワイトの上とか塗るともっとそのままの発色が出ると思います。はい、予約販売はちょっともしかしたら次、あの皆さんのこの売れ行きがすごいすごいスピードなので、ちょっとなんか考えるかもしれないです。こちら今回の販売は WSPT ジャパンさんですね。あの私がよくマシンのビットとかプロデュースさせていただいてるんですけども、こういうあのビットを販売している WSPT ジャパンさんで販売になります。注文して入金確認のメールが来たのですが、売り切れで届くのが先になるということです。どうだろう。今、あの、買い物カゴに入れれた人は、売り切れの後じゃないと思うので、あの、ちょっと、もしあれだったら、メーカーさんに連絡してみてください。はい。なあ、ビットありがとうございます。ぜひぜひ、使いやすいビットたくさんあるので、あの、一緒に見てみてください、サイトの方。はい、ということで、どこから行こうかなこのセットの中にちょっと今日も開けちゃいましたけども、ドラマティックネイルカラーパレットの中に何本かな、このアイシャドウチップも一緒に入っております。で、これじゃあ、もっともっとあのサロンワークの時って多分あのこのパレットがなくなるまでこのアイシャドウチップ単体で行くのは多分厳しいと思うので、どこだろう、100均とかにもあると思うし、私は大容量サイズみたいなのをなんかアマゾンとかでこういうあの100本200本セットみたいなやつをあの買ってたりするので、一応付属で何本かついてるんですけど、今日はこれでお見せしていきますが、ぜひ皆さんも追加して買ってみてください。で、これはあの本当にあの本当にアイシャドウのやつでいいと思います。なんかシリコンとか、まあ、綿棒でもダメなことはないですけども、こう全面ムラなくグラデーションとか、チークネイルとか、エアブラシみたいな、そんな感じに、使いたい方はぜひこういうアイシャドウチップの方がいいです。シリコンでもダメじゃないけど、なんか、そうですね、大理石アートとかそういうのするときは、あの、シリコンでもいいかなって思います。ね、いや、雪がね、そうなんですよね。多分配送遅れますよね、きっと。そうなんです、あのタイダイ風とかもねできるので、今日ちょっと伝えたいことが渋滞しそうですけどはい、ちなみに大理石じゃないな、これなんか三毛猫三毛猫の柄みたいな感じでちょっとニュアンスアート作ってみたんですけども、こういう感じだとかもうほんと一瞬で作れちゃうので、いろいろお見せしていきますね。いや、もう引くぐらい一瞬です。で、そうそう、チークネイルとかもめっちゃ可愛いですよ。エアブラシの出番が減っちゃう。ね。そう。で、エアブラシだと思いません？こういうアート。ちょっとなんか星ダサい？どうかな？星しかなかったんですけど。まあ今の時期だとバレンタインとか来るんでね、ハートとかでもいいと思いますが。そう、こういうエアブラシにしかできなかったような、この吹き付けアートが、実はあの、ポンポンポンでできてしまうので、お見せしていきたいと思います。そうそう、今、なんかいいご質問が。あの、パウダーだからミラーパウダーみたいにパウダーのところから剥げるかもっていう可能性が多分皆さん、一番聞きたいところかなと思うので、はい、お見せしていきます。推しパレットはね、この、好き？あとね、まだちょっと言っていいのかわかんないですけど、わかんないんで言わないですけど、基本的にこのタイプ A が、A をベースにしたものが一番好きですね。はい。違う話題ですいません。オーロラビットトリプルフィル CMXF 次世代ビット、オーロラビットコンビネーションコーン CMF の違い。あ、トリプル、
トリプルフィルは、まあ本当フィルインしたい人用のビットで、コンビネーションコーンとトリプルフィル比べていただくと、まあどっちも持っといた方がいいかなって気はするんですけども、そう、コンビネーションコーンがこっちです。右の方。で、左の方がトリプルフィルビットです。うん。で、コンビネーションコーンの方が、まあ全体的に粗めです。で、こっちのトリプルフィルビットの方が、刃が一段階優しいので、コンビネーションコーンより。なので、フィルインするときの最後の段差を取ったりするときには、絶対トリプルフィルビットが必要ですし、最初ってこう、トップに厚みがあったり、カラーに厚みがあったり、アートしてたりだとか、まあ、とにかくスピード出して、厚みをバーって削りたいときは、コンビネーションコーンの方が早いので、まあ、最初にコンビネーションコーンでバーって厚みを取って、で、地爪とジェルの段差を鳴らすときにトリプルフィルビットに持ち替えていただくっていうのがスムーズかなと思います。はい、こっそり、はい決まったらお知らせしますね。そうなんですよ、 A と C がむちゃくちゃ人気です。うん、よし、じゃあ、どれでいく？どれでもいいな。いやでもね、さっきの見ていただくとお分かりいただけると思うんですけど、どれでやっても綺麗です。あの粒子見えなくないですか？これ本当加工なし当たり前か、ライブだから。はい、全然加工せずに、これタイプ A ですね。全然荒なくない、むしろちょっと下手なエアブラシより綺麗だと思うです。で、塗り重ねてないです。全部一度塗りなので、ねえ、 A と C そんなに9時3分で完売ってやばそうで、白グラがこれが白グラです。で、ただこれ全部一度塗りで仕上げてるグラデーションなので、もっと濃くしたいって言われたら二度塗りをしていただければ大丈夫です。うん、で、さっきハゲちゃう心配あるなーってお声いただいてたので、一回で厚みを出しすぎるとハゲる心配が出てきますので、適量を見ていただきたいなと思います。で、そうね、ミラーネイルを例えばノンワイプトップ塗りますよね。ノンワイプトップ塗って、ミラー、メタリックをバーってやって、で、その後トップ塗ったら、やっぱ欠けたり剥げたりするじゃないですか。で、あれってツルツルのノンワイプトップの上に、ツルツルのコーティングをして、で、またツルツルのトップを乗せてるので、ツルツルの上にツルツルを乗せるので、もちろん、噛みつく場所がなくて、噛む場所がなくて、ずるっと、剥げてしまいやすいっていう特徴があるんですけども、今日お見せするこの、ドラマティックネイルカラーパレット、このパウダーに関してなんですが、マットコートをしてから、塗るので、そのミラーネイルみたいにあそこまで剥げやすいってことはほとんどありませんので、まあ実際お見せしていきますね。はい。黒のグラで。お、すごい。9時にスタンバって2分で決済まで完了した。いや、そうなんですよ。これね、9時になって多分お買い物カゴに入れて、あれ、会員登録とか個人情報入れてると多分ね、買えなかったと思うので、多分次もわかんないけど、非常に人気商品はこういう風にも飛ぶようになくなっていくので、今お買い物する予定がない方でも、ぜひ WSPT ジャパンさんのサイトを会員登録していただいて、で、あとまあログインしていただければ、あとポチって押すだけみたいな状態にしておくと、スムーズにご購入いただけるかなと思います。すごい、9時2分の方は買えたみたい。ありがとうございます。そうなんですよ。で、じゃあ今これはもう3分クッキング的にさっき作っちゃったんですが、クリアチップでもいいかなと思ったんですけど、地爪に塗った感じをお見せしたいので、こちらもディーナジェルの N01 番を塗った
状態にしてます。ちなみに私のさっきお見せしたこのちょっとツンツクリンなんですけど、爪は短くなっちゃったんですけど、この爪はね、クリアベースにパウダーだけをかけてるので、クリアベースでももちろんこうなりますし、ベージュベースにしていただいてもいいと思います。ベッドの色がちょっとこう、なんかムラ、白濁してるとか赤みがあるとか、傷んでてなんかこうね、もやもやしてるっていう方は、ぜひ、N01 番をコンシーラーみたいな感じで塗っていただいて、ベッドの色を調整してからやっていただくと非常に綺麗だと思います。ね、1分の差。すごいな。あ、発送メール来た。早っ。発送メール早いな。はい。ではでは、じゃあ、お見せしていきます。じゃあ、今、私が、ちょうどつけてるカラー、でもあれか、濃い方が見えるか。じゃあ、この、タイプ C の、この辺多分人気かなと思うので、これいきます。こんくらい。で、つけすぎないでほしいです。あ、で、何言ったっけ、さっき。N01 番を塗りますよね。で、その後に、ノンワイプマットトップジェルを塗ってください。これ、大事です。で、このノンワイプトップのチョイスによって、つき具合、どのぐらいつくかとか、グラデになりやすい、なりにくいっていうのが、自分の、擦るテクニックの他に、この子がめちゃめちゃ大事です。で、私は、そんなに何社も試したわけじゃないですけど、私が今ちょうど気に入ってる、ちょうどいいなと思うのが、この、TAT さんで販売してあります、T ジェルコレクションのノンワイプマットトップジェル。こちらで全部、グラデーションかける前の、マットコートをこちらでやってます。で、マットトップって拭き取りタイプのマットトップもあるんですけども、拭き取りタイプではなくて、ノンワイプ。の方が絶対的におすすめです。で、やっていただくとわかるんですけど、マットトップたくさんあるんですけど、未硬化ジェルがあるものを拭き取ってパウダーをこすろうとすると、ちょっとね、つきが悪くなる。で、つきが悪いってことは、発色が鈍るってことなので、発色を良くするためには、ちょっとこう、しっかりマットめの方がいいんですよ。しっかりマットめの方がいいんですけども、逆に、すごいマットすぎると、ザラザラしすぎると、その色素が入りすぎてしまって、ぼかそうとした時に今度はうまくぼけなくなってしまうので、ちょうど一番ぼかしやすい粒子が粗もなく、ほんとエアブラシみたいな、クオリティでできるのは、私が今知ってる限りだとこのディーゼルコレクションのノンワイプマットトップジェルになります。こちらは TAT さんで、の販売かなになると思いますので、皆さんお手持ちのトップいろいろあると思うので、試してみてください。で、もしパウダーがつきにくいなって思ったら、そのさっき拭き取りの問題も言いましたけども、そのマット加減が足りないってこと？なんか、セミマットみたいな、ちょっとツヤが出そうなマットジェルってあると思うんですけども、そういうのだとやっぱ溝が浅くて、多分パウダーの食いつきが、食いつき染み込みが悪くて発色が鈍るので、このぐらいがおすすめですよ。はい。で、こちらを完全硬化してマットにしただけの状態です。で、ノンワイプマットなので、まあもちろん当たり前ですけど拭き取りません。で、これは使ったことある人わかるかもですけど、まあ基本的にノンワイプ系のジェルって、あれですよね、硬化熱が出やすいので、いずれにしても、薄く塗ってください。薄く塗って、レベリングを少し待って、で、硬化するようにしてください。ノンワイ、こういうマットトップでハイポイント作るとか、こう、厚みを出そうとすると、硬化率の問題だけじゃなくて、ちょっと硬化不良というか、シワが寄ってしまって、上に乗せるパウダーがちょっとよれるみたいなこともありますので、はい、そんな感じです。そんな感じ。軽く済ましちゃった、今。はい。このぐらい取りましょう。このぐらい取ります。そしたら、椅子が低いな。ちょっと待ってね。私の座高が、カメラが見えない。よいしょ。はい。
で、こんな感じですよ。ちょっとやり方をまず見ててください。一気に奥行きません。5ミリぐらい、5ミリぐらいでこう5ミリ奥に奥にこすっていくと、まあ、必然的にパウダーの量が減ってって何もしなくてもグラデーションになります。はい、こんな感じで、ちょっと色足んないなと思ったらもう一回同じ工程をこうやってください。で、今わかります？粉の飛び散りというか、なんかこの辺に粉が飛んでたり、なんか粉が固まってたり全くしないですよね。このぐらいの塗布量を、まあ最初把握してください。で、よく失敗しがちな方が、まあまだね、皆さん持ってないと思うのであれなんだけど、なんか つけすぎちゃう人が心配ですかね。多分失敗するとしたら、なんか気合い入れていっぱいつけすぎてしまって、で、悪い例で見せますね。なんかあんまり悪くもないなもっとつけるが、こうなんて言うんだろう、粉が舞う、わかる？こうなんか粉がこう手とかに飛び散ってますよね。これ良くない。なんかこんなに つけなくていいんですよ。このぐらい飛び散るぐらいまでやると、その多すぎて単純にあのうまく広げられなくなっちゃいます。なので、量のつけすぎには注意して、どっちかっていうと少なめで広げてみて、少ないなと思ったら、薄いなと思ったら少し足していくっていう方が失敗がないかなと思います。で、濃くなっちゃったやつをなんか何もついてない方でなんかこうぼかそうかなって思うと、ね、なかなか意外とぼけないわけですよ。まあ、それでも下手なグラデーションよりは綺麗かなと思いますけどもうん、なので、あの最初から薄く取ること、少なめに取ること、そうなんですよ。今痛いメッセージがたくさん入ってるんですけど、そうなのよ。ほんとエアブラシがねいらなくなってしまうもったいない精神を出すと量的にバッチリ確かにそうなんですよね。で、とりあえずあのこんぐらい幅、ちょっと先端ちょんぐらいで、あ、このぐらい先端濃いといいなぐらいでやってみて、で、そこからこう奥に広げていく。で、結構こすってますよ、ゴシゴシって。ね、もう綺麗じゃないこれで。もう本当に申し訳ない、グラデーション簡単すぎる。こんな感じです。そう、私親指はめてます。今日このパウダー飛び散るやつを見せたかったからまあまあ、これつけすぎってことですからね。つけすぎなければそんな飛ばないですよ。ちなみにこれ Amazon フィットサックです。手袋するのはちょっと嫌だから、汚れそうなとこだけ指サックしてます。はい、こんな感じで、さっきのつけすぎバージョンと比べると、なんかグラデーションのクオリティが右と左で違うのがお分かりいただけるかなと思います。で、コメントでもいただいてるように、もう皆さん、そう若干ラメが入ってます。ケイさん、すごいよく見えましたね。そうなんです。あの全部少しあのパールってほどじゃないけども、あのキラッとしております。で、あとね、こういう系のジェル、ジェルじゃないな。こういう系の、あの、パレット、パウダーって、あと何が心配かっていうと、変色、退色問題があるんですね。で、まあ、ジェルでもそうなんですけども、ちょっとこう、日にちが経つと色が変わってしまったりっていうのは、まあ、ジェルとの相性もやっぱりあって、で、よくミラーネイル、やりますよね。皆さん、アクセサリーネイルみたいな、こう、ミラーパウダー使った後に、ベースジェルを一回塗って、で、その後、もう一回トップ塗りましょう、みたいな感じで、二層にされる方も多いんじゃないかなと思うんですけども、
どのメーカーとはわかんないですけども、そのベースジェルの中に入ってる定着させるための、まあ、酸性の成分みたいなものがこの顔料を退色させる原因となることがあるので、このパウダーの後に、ベースをのせる必要は特にないんじゃないかなと思うので、私はだいたいこの後はノンワイプトップを2回塗るようにしてます。1回じゃダメってことはないんですけど、指先の使い方によっては少し厚みを出した方がいいかなと思います。はい、ね、綺麗ですよね。そうなんです、2月に再販予定です。黒など濃い色の上にもしっかり発色しますが、真っ黒の上のこの今のなんかベージュピンクみたいなのはちょっと難しいかもしれない。ただ2回塗れば大丈夫だと思いますけど、そうそう、この後ちょっといろいろお見せしていきます。ブラック見たいんだブラックのリクエストが、白いこうかな。この後黒のグラデって意外と出なくないですか。出る？白の方が出ません？まだで、これ知っててほしいのは、色を塗るとちょっとシアー感が出ると思います。なので、このチップトップ乗せる前のこのマットの状態だと透け感がなく見えるんですけど、まあ、マットコート塗れば透け感はなく終わるんですけど、このツヤ出しのトップを乗せると、ツヤ出しのトップ乗せるとちょっとだけ透け感が出ますので、これから暖かい季節が来ると思いますし、今ってどっちかっていうと重たいマットカラーよりもちょっと透け感のあるヌードカラーが流行ってると思うので、ちょうど綺麗なみんなが好きそうな感じのカラーかなと思います。ちょっと一回こう動かしますね。あ、これさっき作ったなんか欲しあったマスキング、コメントが全然追いついてないかもですが、ちょっと飛ばされた人はもう一回入れてください。で、2度重ねて濃くしたいときは、マット塗ってください。マット塗って、パウダーこすって、もう一回濃くしたいなっていうときは、またパウダー乗せると、それが剥がれる原因を作ってしまう可能性があるので、そんな粉が飛び散るぐらいやんなきゃ大丈夫だと思いますけども、安全を考えて、もう一回マットを薄く塗って、硬化して、で、もう一回パウダーこすっていけ、いただけると、剥げる、原因を作らなくていいと思います。シェルのグラデより厚みは薄くなりますか？いや、めちゃめちゃ薄いと思いますよ。なんか厚みなんてない、全然。ほんと、全くない。段差もない。当たり前か。はい。パウダーなんで。そうなんですよ。で、先端ね、そのさっきも言いましたけど、相当なことが多分できないと思うんですよね。こう、いっぱい乗せちゃえって思って、こう、いっぱい乗せれる限界って、この、なんでしょう。マットコートのザラザラの溝の中に粒子が入って、この着色してるだけなので、そう、なので、この粒子が入りきれないのは、そのさっきもつけすぎバージョンで見せたけど、なんか粉が多分、落ちるだけなので、そこまでつけらんないかなって気がします。はい。このパレットはなんでこんなにいきなり人気なんですか？いや、そうですよね。そうなんですよ。いや、でもこのパレットを最初知った時は多分死ぬほど人気出るだろうなって思いました、やっぱり。なんかねえ、簡単すぎるし、早いし綺麗だし、コスパやばいですよ。ちなみに、あれどこ行ったっけな、なんか使ってもほんと減らない。私お客様で何人か使いましたけど、10本使ってもなんかあったぐらいの感じなので、これ
いつなくなるんだろうかっていうぐらい多分あるんじゃないかなと思います。ミラーみたいに混ざらないようにトップ別に分けた方がいいですか？いや、多分つかないんじゃないかな。こうね、これもなんかお化粧する時のあれですよ、なんか100円ぐらい100円ぐらいでしたけど、こう払って、あの硬いブラシはやめた方がいいと思うし、あのネイル用のダストブラシってめっちゃでかいじゃないですか。なので小回りが効くように、ほんと100均とかにあるなんかお化粧用の安いブラシ買ってきて、ちょっとこう指周りのダスト余計に使っていただくと、ミラーネイルみたいにこうツルツルの上を滑ってるパウダーはいないと思うので、そんなにこう使っててこのトップが汚れるってことはないので大丈夫なんじゃないかなとは思います。ただ気になる人はやっぱりこの後ペッペってキッチンペーパーとかで軽く刷毛先拭いてからしまっていただくとか、まあ、専用1個作るとかしていただいてもいいと思います。はい。ハードジェルで仕上げたい場合はノンワイプしてからハードで仕上げですかね。ハードってもう最初から仕上げたい人はハードで仕上げていただいてもいいと思いますよ。で、なんて言うんだろうな、まあ、ミラーもそうだし、こういうパウダーを、そのトップを一度2回塗んなきゃいけないかっていうことは、特に2回塗んなきゃってわけじゃなくて、確実に端から端までコーティングしてあげたいっていうだけなので、例えばですけど、これはティーナジェルさんのダイヤモンドトップですけど、こう一般的な、ちょっと使いすぎて少ない、めっちゃ少ないけど、こんな感じで、あの結構ハードトップってどっちかっていうとサラサラっていう、サラサラしてるっていうよりか、少しこう粘度があって、特に今の時期冬なんでね、あの結構こう硬く感じる人が多いんじゃないかなと思うので、硬めのジェルをこう塗った時に、どうしてもちょっとなんていうのかな、あ、端濡れてなかったみたいなのがあると、もちろん手洗ったらこのパウダーゾーンって剥がれてしまうので、ちゃんとこう端までまんべんなく塗れるのであれば、最初からハードトップいっちゃってもいいし、でその前に、あの絶対端から端まで薄くコーティングしとくために、なんかさらっとしたジェル、粘度があんまり高くないジェルを使ってやった方が、綺麗にコーティングできるんじゃないかなっていう気はしますね。はい。まあ、いずれにしても端から端までコーティングしていただければ大丈夫です。ね、透け感流行ってますね。トップジェルのハケにパウダー、あ、一緒だ。うん。そうですね。余分なパウダーがなければブラシで払ったりしなくてもいいんですけど、一応確認はした方がいいと思いますよ。いずれの場合でも。見た感じ全然大丈夫だったら大丈夫です。え、綺麗じゃないこれ。もう本当に、この iPhone さんで、あ、でも、寄ると粒子が楽見える？どうだろう。全然境目全くわからないんじゃないかなと思いますね。手のシワが手のシワが見える。はい、こんな感じで、あん、パウダー混ぜても平気ですか？あ、そう混ぜてもいいですよっていうのを言いたいので、最近この三毛猫猫ちゃんっぽい柄を、まああとね、バレンタインなんで、ちょっとこうブラウン系って多分2月出やすいのかなと思うので、とりあえず茶色入れとけばチョコに見えてくるみたいなところがあるので、そうで、こういう風に、あの今これ悪い例ってさっき言いましたけど、グラデーションにするときはこういう粒子がつかない方がいいと思います。で、ニュアンスアートしたりするときに、あえて濃淡をつけたいときに、ちょっとこう今乗せすぎました、わざと。で、なんかとりあえず好きな色を選んで乗せて、適当に乗せて、適当に乗せて、
で白はい、こんな感じで適当に乗せたら、あれ、チップ混ぜるときは、まあ、あんまり汚れてないやつでこう全体をこう、本当ニュアンスアートと一緒ですよね、ジェルのね。こんな感じで、で足りないなと思う色、白もうちょっと目立たせようかなと思ったらこう白取って、じゃあもう一回撫でとこうみたいな感じでこうやってあげると、ニュアンスアートあっという間にできますので、そうで、ここの自分の指に粉が積もるのが嫌な人は、私みたいに指サックをしていただければ全然大丈夫だと思うので、まあ、お好きな色の組み合わせで黄色足してもいいし、いや何色でもいけますよね、これ。なんかピンク系でやって、あのローズクォーツみたいな感じで天然石っぽくするのもいいでしょうし、なんか縦グラみたいな右と左分かれてもいいと思うし、あとなんかワンカラーみたいな感じで乗せるのも全然ありですよ。なんかワンカラーグラデーションみたいな、すんごい深いグラデーとかも、まあ、伸びてきた時に自然ですし、バーチャルグラデーみたいな感じですかね。そうで、何回も言いますけども、パウダーは見た感じの色よりトップを塗ると1段階ちょっとなんか薄くなるというか、馴染みが良くなったようなイメージになるので、あのそうですね、何回かやってみて、あ、このぐらいの色で濃く見えるけどトップ塗ったらこのぐらいになるんだなっていうのを知っとかないと、ちょうどいい色味ぐらいにグラデーション作ってトップ塗ると、あ、思ったより薄かったってなるので、まあ、その辺のズレはぜひあのお手元にパウダーが来たらいろいろやってみてください。はい、エッジの色はなしですか。エッジの色はね、いるいらないんじゃないかなと思いますけどね。ここのあれでしょう、そのここのここにこうやって塗るかっていうのは多分いらないと思うので、爪の表面だけやってもらえればいいと思いますよ。あ、そうね、質問が被ってますねリラーなどのように剥がれてこないでしょうか。そうですね、あのマットをチョイス、あのマットコートを下地に引いていただいて、でパウダーをこすりすぎなければまず剥がれることっていうのはないと思います。カラーは仕上げがおすすめですか。うん、下でも、下の色かな、どっちだろう。化粧品登録されてますか。どうでしょうね、してないんじゃないですかね。雑貨だと思いますよ。こすった後やり直したいとか、カラーを変えたいとなった時クリーナーで落とせますか。そうですね、あのエタノールで落としていただいてもいいし、ただ何回もやり直すと、そのマットトップをノンワイプを拭き取ったら、このザラザラ感ってちょっとね鈍るんですよ。あのツルツルになっちゃうわけじゃないけどもあのザラザラ感が少し減ってしまうので、あんまり何回も拭いて何回もやり直すってなると表面ちょっと凹凸がなくなってくるので、どうかなと思います。はい、先生はノンワイプトップ仕上げが多いですが、強度が気になるんですが、ノンワイプでも強度どうですか。ノンワイプの種類によるのと、まあ、ひび割れやすいものもあるので気をつけないといけないのと、まあ、ノンワイプトップ仕上げが私は多いんですけど、ベースでそれは硬さを出すから持つわけですね。はい、コメントが追いつかないなさあ、レオパとかできそう。確かにエアジェル一式揃えようと思ったけどこっちにしますまあエアジェルでねグラデーション作るぐらいだったら、うん、もう正直これでもいいかもしれない、悲しいことにまあエアブラシはね、なんかもっと精密なレースを吹いたりとか、なんかこう緻密な雪の結晶の模様とか、そういうのはやっぱり機械が必要かなと思うけど、ほんとこのどこ行ったっけ、
このぐらいのレベルのマスキング拭きだったら全然いける。え、めっちゃ綺麗じゃない、エアーでやりましたって言われたら、うんうんって言っちゃうと思うそうなんですよ。この上にアートしても映えそう、うん、確かにニュアンスやると厚さが出がち、いやそうなんですよ、よくぞ言ってくれました。そうなんですよね、あのニュアンスアートやると色を重ねてやるので結果分厚くなったりするのが、まあ、厚みが本当にね1ミリどころかもう膜なので、そうなんですよ、フォルムの邪魔を全くしないですね。ノンワイプ必須ですか、バフではできない感じでしょうか。ね、バフでやってもいいです。私やってみたんですけど、ただバフがですよあえてやると、例えばバフがね、あのじゃあ100でやったとします。100でやったとしたら、このやっぱ手削りってね難しいなと思うのが、神がかってる技術を持ってる人はちょっと別として、こうやった時にやっぱりその同じグリッド数でバーって削ったとしても、あれ傷が入ってないぞ、でもちょっと入ってるかなっていうゾーンと、しっかり傷が入ってますっていうゾーンと、なんかだいぶ粗いぞって、こう溝の深さが違ってくるんですよね。なのでこのマットのその溝にした深さが違うので、パウダーをこすりつけた時にムラになっちゃうんですよ。その凹凸、溝の中に粒子が入る量が違ってくるので、なので手削りで、その、こう180だったら180でもいいんですけども、本当に端から端までまんべんなくサンディングができる人だったら手削りでもいいんですけども、実際人間の手って、この端の端までファイルがもう緻密に精密にこの真ん中と端同じレベルで当てれますかっていうと、なかなかねっていう部分があるのと、人のねこのサイドのお肉が張っていたりするとなお難しかったりすると思うので、そういうムラをなくすためにやっぱりこのノンワイプマットトップジェルを使っていただいた方が、その粒子の細かさに差が出ないので一番綺麗につくんじゃないかなとは思います。はい、こちらでピンクなどのカラーでグラデしてラメ入りのカラージェルとか重ねる、ん？ピンクなどのカラーでグラデしてラメ入りのカラージェルとか重ねるときは特に間にクリア挟んだりしなくて大丈夫でしょうか。あ、そうですね、そのままジェル乗せていただいてもいいですし、ちょっとそのラメを広げるときにめっちゃ圧をかけてやるんだったらパウダーが若干動くかもしれないので、動くっていうかねいや、なんか滲まないけど、はい、動くと嫌なので一回クリア挟んだ方がいいかもしれないですね。で、ちょっとさっき今のご質問、ももさんのご質問とはちょっとずれてるかもですけど、こういう感じで、これはラメジェルの上に赤でグラデーションを作るとね、なんかもうバレンタインっぽくない？なんかなんかわかんないけどバレンタインっぽい。はい、これはタイプ C のこの赤でやってます。これもあった3分クッキングを作ってたんで、ラメをクリア、何ラメジェルを引いて、で硬化して、その後にノンワイプ、マットトップジェルを乗せて硬化した状態です。でこの後にこの後にこの赤を取って、ちょんちょんちょんって取ってこすっていきますね。こんくらい。あ、で今回はちょっと奥まで行きたいので、もっと奥まで行きますね。なんか私このワンカラーに見えそうな、あでもグラデーションなんだみたいなやつ結構好きで、あの奥までこういうスキンカラー系のやついっちゃうんですけど、ハーフムーンあたりでグラデを作って、そうそう、こういう感じ。
こういう感じ。であまりにもこのラメに凹凸があったりすると、あのうまくいかない場合があります。で、あれで、さっきご質問があったので、じゃあもっと濃くしたい、もっと私赤くしたいっていう人は、もう一回マットコートを塗ってください。で、この T ジェルのノンワイプマットは、何回も言いますけど薄く塗ってくださいね。いっぱい塗らないで、本当にこうなんか結構重たい感じはするんですけど、ちょっとしたらレベリングするので、吐き圧かけて、吐き圧をグッてかけて薄く塗って、で吐き跡がちょっと治ってきたかな、収まってきたかなって思ったら硬化します。なんかここにゴミがいるんですはい、で完全硬化させますね。アーカイブは一応残す予定です。2月までちょっと待ってください2月まで待てません。いや本当そうなんですよ、エアじゃないんですよこの星、すごくない、これ完璧じゃない、完璧。白でやってます。ちなみに全てのパレットにこのホワイトは入ってますので、みんなできますよ。星塗布料代大注意マスキングを使った後のやり方、いやもうほんとポンポンするだけなんですけどね。この後アートしたい場合はクリアかマット挟んだ方がいいですか。まあ、挟んでもいいと思います。どっちでもやり直す可能性があったら挟んだ方がいいですね。ラメジェルの上の技術、あ、今やってるやつかな。そう、めっちゃ早い。あとそのサロンで言うと意外とあれでしょ、そのカラージェルって集めるの大変だと思うし、季節ごとにね集めるの大変だし、なんか正直カラージェルカラー1色分のお値段でこのパレット買えると思うので、そう思うとこのコスパがめっちゃ助かる。はい、こんな感じで2回塗るともう本当に見えなく、マットになりますね。あ、今なんかジェルの気持ちでライトに入れなきゃと思ったけど固めなくていいんだこれ。はい、これかわいい、このラメ引いてグラデで、これ本当になんかジェルで やろうと同じことやろうとすると、ジェルのまずラメで厚みが出るじゃないですか、ラメで厚みが出て、その後カラージェルの赤で上から3回グラデーションしますって言ったら、もうなんて分厚いんだっていう感じになっちゃいがちなんですけど、そのラメの厚みだけでこのカラーの厚みはもう本当に多分何マイクロメートルみたいな感じになると思うので、厚みは全く出ないですので、ちょっと硬化してきます。サロンワークで今フォルム大事にしてるネイリストさん多いと思うので、フォルムを崩さずに、このデザインできるっていうのはすごいね、助かる助かるというか重宝すると思います。ベイビーブームは簡単できますね。いや本当その通りね、2月の再販はきっと WSPT さんが見てくれてると思うのでたくさん作っていただければ嬉しいですね。2月の一応中旬の予定ですかね。はい、ちょっと決まったらお知らせしますね。重ねてつけるマットの時は全面じゃなくても、あ、そうそうそう、キューティクル際からもう被せないのであればその部分あたりだけでいいと思いますよ。全体塗りもできます、ファンカラーもできちゃう、全然。そうなんですよ、クリアベースの上に塗ったサンプルありますか。あるよよいしょ、や
クリアベースの上に塗るとね、アラが目立つんで見せたくないんですけど、よいしょ、なんかゴミついてんな。ちょっとチップのいろいろバリとかがついてるので申し訳ないですけど、これがクリアの上に塗ったやつですね。で、これ多分ね、今っていうかさっき塗ったのと同じカラーです。ベージュの上に塗ったさっきのやつはこれで、クリアの上に2回がっつり塗ってるので、濃く見えますけど同じカラーですね。でもクリアの絵でも十分綺麗じゃない？ほぼ多分肉眼で見えるようなアラはないんじゃないかなと思います。ちなみに黒はこんな感じ。黒はちょっと見える？どう？でもまあ黒だったらこんぐらいで許してっていうはい。いや、そうなんですよ。これね、ももさんがめっちゃいいこと言ってくれてますけど、根元からの逆グラではもう本当に助かる。ジェルでやれって言われたらめっちゃ難しかったと思うんですけど、逆グラでも死ぬほど簡単だと思います。はい、あー、篠田さんありがとうございます。 WSPT さんがコメントくださってます、たくさんいやね、でも本当こんなにこんなスピードで売れると思わなかった、正直。で、じゃあ白いきますね。白グラで、あれしよっか、白グラもあれでしょう、分かりやすい色でやった方が嫌だけど嫌だけど、ちょっとベージュの濃い色で塗りますね。ちょっと待ってね、チップを出す。でかいなこれ。あ、なんかあったあった、ちょうどいいサイズ、やたらロング。お、WSPT さんいらっしゃるので、なんかご要望があればコメント入れてください。すごい、パレット全タイプ無事購入、早い。いや、もう本当昨日のね、夜中の24時に販売開始したんですよ。そしたらなんか朝起きたら完売マークがついてて、ってなんか機械がバグったのかと思いました。よいしょ。で、じゃあ白いきます。本当はこっちが爪先なんですけどね、ちょっとこっち、どうする？まあ、こっちから行く、こっちから行こうか、普通に。で、同じようにこう、なくなってく感じ。これ1回目で、なんか欲張ってどんどん重ねても結局この粉がね落ちるだけなんですよ。なんでもうマットのその溝には入らないので、あ、もっともう一回濃くしたいなって思ったら、ノンワイプマットを、どうする奥まで塗ってもいいし、まあお客様だとね、なんか何回もキューティクル際から重ねると盛り上がっちゃうので、ちょっと手前で塗って、で、硬化して、で、もう一回重ねますね。のんびりしてた自分を今責めてます。いや、ほんとでも私も昨日はっていうか、あれでした。インスタライブやって、使い方を説明して、なんか、みんな、こう、欲しくなったりするのかなと思ってたら、予測が外れまして、まあ、嬉しい予測ですけど、油断してました。いや、ほんとそう、その通り。で、このチップはまあそうね、白だったら白専用とかでもいいし、まあお客様1人1本とかでもいいと思うし、
色別とかでもいいと思うし、ただこのチップもまあそうね、10本やったらやっぱある程度チップがボソボソしてくるので、1人1本変えた方がクオリティ的には一番ベストなパフォーマンスができるかなっていう気はしますね。ライブ後に購入ね、そうなんですよ、嬉しい予測が外れました。いやでもこれさ、これ多分普通になっていくと思いますよ、これこれからこれが主流になっちゃうと思う、きっとこれより簡単なことない。簡単なことないですね。でなんかポン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 っていうよりかは、見てくださってる方わかると思うんですけど、なんかシャシャってしてます、シャ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 って右から左下に下ろすみたいな感じでやると、もう本当に境目なくなりますね。はい、2回やると本当、まあ、あの透け感のないマットホワイトになりますよ。あ、またライトに入れようとした。癖癖、固めるものはないのに。で最後トップで一応ツヤ出しときますね。いやベイビーブーマーになっちゃいます、普通のチップ、あ擦るやつですよね。あ、そうそう、あの大容量チップを買っといた方がいいと思います。どこにあるんだろう、私は全部アマゾン大好きなんで、アマゾンでばっかり買ってるけど、100均とか何本ぐらいあるんでしょうね、何本セット、こういうやつ買ってます。いやカラージェルいらなくなりますね。いや本当なんか言っていいのか分かんないけど買わなくなる。フィットサック買いました。そっち。いやフィットサックめっちゃ便利ですよね、あれ。そうなんですよ、いや私のオンラインサロン受けてくださってる方は白グラが課題にあると思うんですけど、いや本当悩む悩むっていうか、なんか白グラ、ジェルの白グラをね、あのやってたけど、もう課題これでいいんじゃないかって思いつつ、え、めっちゃ綺麗じゃない、やばくないこれ、え、やだもん、もうこれクオリティ、はい。言葉をなくす。そうなんですよ。でちょっとだけパールが入ってます、ちょっとだけ、気づかないぐらい。そうなんですよね、うん。まあ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 、でもね、いろんなこの技術の引き出しは多い方がいいと思うので、もちろんスタンダードなグラデーションも大事だし、このパウダーグラデーションも手軽だし、お客様もライトに入れそうなる。確かにそうなんです、さっきからライトに入れようとしております。叩かず擦る感じですか、あとね、なんかね、全部こう動かしてます。右利きですか皆さん、右利きの方はちょっとあえて黒でやりますね、スローでいくとこう動かしてる、こう行くでしょ、そしたらちょっと奥に、全部同じ動き、右から左下に下ろす。でそろそろぼかしたいなって思ったら、何をしてるかっていうと、斜め向けてます。わかる、なんか真ん中につけたくせに端っこ使ってんじゃんみたいな。端っこの方、もうほんとここからぼかすときは立ててる、立ててて、でこんな感じ、斜
なんか右か、右上から左下に下ろす、下ろす、下ろすって、こすってますね。そうすると、こう、ちょっと、うまく、ぼかしやすいかな。まあ、黒が一番難しいですよ。黒で、綺麗にできたら、多分何でもできる。白の方がよっぽど簡単です。はい、こんな感じで、上から下に下ろして。で、あ、なんか汚れちゃったなって、もしあったら、あの何もついてないチップの方でちょっとこうえいえいえいってこすってもらえれば、まあ、さらにボケると思うのでこんな感じでやってみてください。そうそう、斜めにこすってます。やり直したい時はアルコールで取れますか？そうそう、全然アルコールで取れます。エタノール一緒か、買って拭き取ってもらえれば。やり直しは効くんだけど、その一回は多分ねいけると思うんですけど、これ何回も本当、私最初このね色味を見るときに拭いてはこすって拭いてはこすってってやってたんですけど、そしたらあの粒子がこのマットの中に入らなくなってくるので発色悪くなってくるので、ちょっとやり直し一回ぐらいにしたいかな。はい、オンブレフレンジも簡単にできそう。あ、でも本当ね、マスキングがあれば全然いけると思います。それこそ、こういう、フレンチのマスキングも出てると思うし、ちょっと今、手元にないので、こういう、ね、フレンチ、あ、でかいな、これ。みたいなやつをこう、マスキング代わりに、こう、貼ってもらって、で、バーってこうすれば、そんな感じのものができちゃいますね。で、マスキングも見せようかな、一応。マスキング。オンブレのやり方。あ、オンブレ全然簡単にできると思いますよ。右と左でね、回って、ねって持ってきて、真ん中混ぜればいいと思うんで、すごいやりやすいと思う。なんか、ジェルのオンブレやったら、めっちゃ厚み出ません？分厚ってなる分厚ってなるのが多分これでやったら厚みが多分っていうか全然出ないと思うんでいいと思いますよ。いや本当はなんかバレンタインだからさ、あれなの、あのハートでピチョってやりたかったんですけど、ハートがなかった、うちのサロンにマスキングが。ね、先端の掛け持ちが心配です。いや先端ね、もう説明しちゃったんですけど、あの塗布量を間違わなければ先端から剥げるってこともないので大丈夫ですよ。あとまあマットの選び方ですね、ツルツルマットはダメです。でマスキングの近くにまずこうとりあえずポンポンする、とりあえずポンポンしてね、で余分な粉払う。で何もついてない方で、あのこう放射状にこすりましょうか。とりあえずこうこうこうこんな感じ。はい。で先のシャープなツイザーで、薄いかな、いけるか。はい、こんな感じで。マスキング剥がしていただければ、綺麗にいきまーす。わーいわーい。はい。で、トップ塗ると、ね、また色が、よりこう、粒子が細かく見えると思うので、はい。マスキングでした。あ、このマスキングはね、TAT さんで私は買ってます。エアジェル、エアジェルさんのやつ。TAT で買いました。エアテックスですね。でもね、なんかこういう使い方だったら、あの、それこそ専用のマスキングじゃなくても、
あの文房具屋さんのシールをちょっとこう粘着力ペタペタってなくして、好きな形のなんか動物でもいいし、イニシャルのシールでもいいし、何でも使えると思いますよ。チェックにしたかったらラインテープ貼って、なんかワンカラーみたいにバーってやって剥がせばチェックになりますし、本当結構無限大な感じ。さあ、マットは私が個人的におすすめしてるのはこれです。あと皆さん検証して、あ、これうまくいくなってやつ見つけてください。 T ジェルのノンワイプマットトップジェルが向いてます。あの T ジェルのマットトップはなんかもう一個セミマットみたいなやつがあるんですけど、そっちじゃなくてマットトップジェルの方ですね。これが好き。あとノンワイプがいいですよ。拭き取りタイプのマットトップジェルじゃない方がいい。ムラが出やすいです。チップは1本ずつ使い捨てがいいですか。まあ本当、ベストパフォーマンスを追求するなら1人1本がいいですね。ジェル寝れるし薄いし綺麗です。確かに星のマスキング自作しました。確かにそのぐらいなら作れそう。フレンチしてみてください。フレンチ今マスキングがね微妙だからやめとこう。あとあれか、縦グラみたいな、擦るだけなんで何のテクもないですけど、例えばじゃあこれとこれでいく？いや、これとこれでいく？ちょっと可愛いかは置いといて。やだ、赤につけちゃった。可愛いかは置いといて、使ってないチップどれかな。ちょっと色のコントラストが見やすいようにいきますね。オンブレはやんないけど、オンブレやるとしたらまあこういうことですよね。はい、縦グラ終了です。やばい、終わる、早すぎる。なんか濃い場所から、あ、なんかでもあんまり濃さの差なかったな、思ったより。あんまり濃さの差なかったで。色のチョイスがもうちょっとつければよかったですね。もっと3色目いっちゃってもいいと思うし、であとマスキングここに貼って、でちょっとこの色のオンブレは見にくいけど、はい、あのフレンチやっていただくとオンブレになると思います。グラデーね、そうな、簡単すぎるんです。過去数本使いましたが、先生からずっと教わって T ジェル。いや、これ使いやすい、 T ジェルさんのやつ。あの塗りすぎ注意ですからね、皆さん薄く塗ってください。そうなんですよ、チークネイルなんてって言ったらあれですけど、あっちゅうますぎる。ファーファーってのせたら終わりですよね。チークネイル、この色は可愛くないな。ちょっと今手元にあるチップを使い回そうとしてるんですけど、チークネイルにいける感じの色が、これさっきのやつかな。なんか真ん中濃くして、で、まあ面を変えてもいいと思うし、ちょっとキッチンペーパーとかでこう軽く拭き取ってもいいと思うし、で周りにこう広げていけばもうチークネイル。あと何ですっけ、中国の、出てこない。なんだっけ、純欲メイク、なんかそういう純欲ネイル、なんか忘れましたけど、なんかそういうじわーみたいなやつでも演出できると思いますよ。はい、カラースね、どうでしょうね。
ちょっと今後皆さん あのリクエストで変わっていくと思います。エキスパートコース入荷しようと思ってたんです。グラデーション習わなくてもね、グラデーション本当これ入れようかな、あっていいよね。うん、なんか本当ね、大げさじゃなくジェルの常識が変わると思うなんか筆ってなんだろうみたいになってきそうな予感が若干しつつありますが、まあ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 、はい。成分表示はされてないですね。で、アイシャドウとか、まあ、チークっていうか、こう、よくある、その、コスメって、どうなんだろうな。私も、同じやり方をやったことないですけど、むしろね、昔、カラージェルがこんなに揃ってない時代、発色が良くなくて、なんかジェルがすんごい縮んじゃう時代は、カラーがその、なかったんで、それこそなんかアイシャドウを崩して、なんかジェルの中に混ぜて顔料みたいに使って、出た時代もあったんですけど、やっぱいまいち持ちが悪かったり安定しない部分があって、で全部じゃないと思いますけど、そのメーカーにもよると思いますけど、あのアイシャドウとかその化粧品、顔につけるものの中には、まあなんか練りアイシャドウ、なんだろう、あの液体物みたいなそう、あの油分がね入ってるものがあるので、全てのアイシャドウができるかって言われると、ちょっとそれはあの検証してみてくださいとしか、自己責任としか言いようがないので、まあ、これはネイル用に作られてるので余分なものが入ってないですね。はい、チークネイル病、そうなんですよね。確かにそんなカスタムパレットもそのうち出てくるかもですね。はい、オールとかオーラ時短すぎて、ベースのカラー、あ、ベースのカラーは今日これはねもうすでに塗ってあるチップのやつを使ったんですけど、最初にご紹介したベースカラーはディーナの N01 番を使っておりました。あ、ここ最初に見せたやつ、これね、これ基本色みたいな感じで N01 をベースに塗って、でグラデーションも作ってますね。ネイルアートは進化していきますね。アイシャドウ混ぜるのやりますね、やりましたよね昔は絵の具混ぜてましたからねジェルの中に今はやんない方がいいですよ、絶対的に異物なんで。そうそう、いろいろ混ぜてやってましたね。はい、あとどうですかね、ご質問なんかありますか。でも今ねもうお買い物かごに入れれた人以外はまだ手に入れられてないと思うので、またあの再販の頃にこのインスタライブしようかなと思いますので、はい、どのパレットもおすすめでしょうけど、先生の中で一押しパレット、いやこれ迷うんですけど、うちのお客様ってやっぱそのナチュラルスキンカラーが好きな人が多くて、ベージュのちょっとずつ色違いとかがやっぱ出番が多いので、ナチュラルスキンカラーシリーズはこのタイプ A になるのと、あとこの辺のパープルは絶対人気でしょうね、うん、黒とか紺は逆にあんまり使わないかもしれない、うん、で白もあった方がいいですよね。お値段は、WSPT ジャパンさんの方であの会員登録していただくと一般価格より少しお安くなりますので、表示のお値段変わってきますので、ぜひそちらでご確認ください。今どうだろう、完売中だったらサイトから消えちゃったかもしれないですけど、パールなしの白、あ、このねパレットの中はあの全部その微粒子のパールが入ってるんですね。なので白でやるとこんな感じ、ちょっとラメ感はないけど、まあちょっとキラッとはします、見えないよぐらいはい、粉と粉混ぜるのはうんありだと思いますよ。そのあのチップの上で混ぜてください。 B と D、これ B、
B もね、可愛い。この辺の明るいオレンジとか絶対使えると思います。で、 D がこちらですね。この辺はね、本当はシアホワイトの上に塗ればよかったと思うんですけど、ベージュの上に塗っちゃったので若干具合悪そうになってますが、この辺の色も綺麗だと思いますよ。はい、いやいや、皆さんご意見もたくさんありがとうございました。再販は今のところ2月の中旬あたりを予定しておりますので、またその時に再販をお知らせいたします。あ、会員価格が出ましたね会員価格で1760円税別です。で、もうあれかパレットがね、パレットと一緒に皆さんマシンのビットとか、ぜひ見ていただくと、たくさんのビットがあるメーカーさんなので、マシンもそうだし、ネイルマシンもそうですし、こういったマシンビットたくさんいろんな種類取り揃えております。で、私がおすすめしてるビットは、私のクジラ岡のおすすめコーナーみたいな部分がありますので、そちらも開いていただくと、私が普段使ってるこのビットのシリーズたくさんご紹介しておりますので、ぜひサイト見ていただくと、用途とか推奨回転数とか、そういったあたりも記載がございますので、ぜひチェックしてみてください。まあ、初心者さんとかで最初何買ったらいいかわかんないなっていう方は、このフィルイン&ケアセットとか、よいしょ、この辺サロンマスターセットの4ハンド4フットあたり、セット売りもございますので、ぜひぜひチェックしてみてください前のめりそう、あ、金のケアセットありがとうございます。そうなんですよ、めっちゃビット大好きシリーズがたくさんあるので、今日はビットは喋ってると夜が明けそうなので今日は言わないですけど、はい、ぜひ皆さんカラーパレットも再販をお待ちください。会員登録してない方はお早めにお済ませくだされば、な、時々セールとかもやってるので、よりお得にお買い求めいただけると思います。はい、ではではでは、一応今残せるかなと思いますので、保存しておきますので、では皆さんおやすみなさい。このまま終わります。ありがとうございました。ぜひご要望は WSPT さんの DM まではい、失礼します。